い、こんにちは、大福君です。今日はいつものヘルメットと違うヘルメットね、かぶってますね。まあでもちょっとね、たまにはバイクですね、これなんですけども、まあね、あんまりね、畑向きのバイクではなさそうな感じのねバイクですけども、たまにね、私このバイクでも畑来てですね、作業することもあるんですけども、今日はね、ちょっと作業ばっかりしててもあれなんで、ちょっとね、畑の様子ね、見に来ただけですね。はい、畑の入り口の門をね、閉めましたんで、これからちょっとね、上の方までバイクで上がっていきたいと思います。はい、じゃあまあエンジンかけますか。ちょっとね、バッテリー上がってたんでね、時計がね、ずれてますけども、ちょっと気にしないでいきましょう。よし、はい、ちょっとね、畑の上の方まで上がってきました。なんか通電状態がね、全部通ってないんですけども、どっかに異常あるんでしょうね。まあでもいつものね、ものすごい異常じゃなくて、ちょっと注意っていうぐらいなんでね、まあ今日のところの見回りはね、まあちょっとまあやらなくていいかなと、まあ、たまにはね、サボることも大切かなと思うんで。まあ今日ね、天気いいんですけども、まあ雲も出ててね、ものすごく暑いわけでもなくて、まあ風もあるんでね、ちょっとね、座ってても暑くないんでねちょっと今日ね、お茶でも飲もうと思いますね、今からね。はい、園内道ですからね、道っていうか、公道ではないんで、この真ん中でですね、座ってもね、誰も怒ってきませんのでね。はい、まあちょっとここでね、ちょっとお茶したいと思います。はい、一応一通り持ってきたんですけど、で、一応紹介していった方がいいかな。トランギアアルコールバーナーですね。はい、これもなんかアマゾンのね、安物ですけども、よいしょ、 S ビットのね、固形燃料の多分ね、そういうのパクリっていうか、刻印内だけでね、同じとこで作ってるんちゃうかと思うんですけども、まあそれのこういうやつですね。で、せこいんですけど、ボルトでですね、こうやっといてね、こうセットしてですね、よいしょ、前の燃料ちょっと余ってる、これと風よけのスクリーンも取っておきます。これもね、なんかもう前にアマゾンのなんかね、何百円とか安物ですね、書いて、安物で別にね、もう十分でしょうね。はい、まあ、ちょっとこれ、ね、これアイスの棒ですね。はい、それ使って、まあ、こうやってね、こうやって固定しておけば変形しにくいんでね、やって、よし、角も、モンベルの、汚いなこれも、モンベルの、チタンのね、シングルマグとこういう感じですね。だから、ケトルはこれも汚いですねコールマンのケトル汚いもんばっかりやろ。まあ、水入れてですね、ちょっと水からなんで時間かかるでしょうね。どうやっていくか、あんまりいらない。これもしっかり、結構時間かかるでしょうね。風大丈夫かな。
これいつなんやろな。ビーバルの付録ですね。だいぶ前やと思いますけどね。ここにね、バーナーのですね、蓋を熱いんでね、これで挟んで、こっちの方がいい。今こういう感じですね。今日はね、まあお湯を沸かすだけなんで、まあ、火力調整も必要ないんでね、これただポットかぶせて消火するときにだけ使います。今日のお茶ね、これですね、これ何メーカーが分からない。とりあえずこれかな、トワイニングっていうんですね。トワイニングのハーブティーバラエティパック、これ飲んでいきたいと思います。まあ詰め合わせですね。今日どれにしようかな、これいきますか。ローズヒップとハイビスカス。もう沸いたな。いいでしょう。はい、消火。これね、いつも思うんですけどね、これだったらここに熱湯 140ml って書いてるでしょ。なんかこの表示のお湯ね、他の紅茶とかもそうですけど、なんかね、私濃いなと思ってね、いつもちょっと多めに入れてますね。これちょっともう2倍か3倍ぐらいの量入れとこう。なんか結構味濃いなと思ってね、これぐらいだったらいいかな。熱いな。よいしょ、もうちょうど、動画の編集とかね、結局ちょっとやってたんですけども、これね、ドッペルギャンガーアウトドアのですね、小さい椅子なんですけどね、これ座ってパソコンやってるとね、お尻痛くなってきたんで、今日はこの辺でね、やめたいと思います。はい。まあ、畑でね、こうお茶飲むのもいいもんですね。はい、ずっとこんなことやってたら仕事になりませんので、まあね、たまにはね、いいかと思いますね。はい。まあ今日はこうやってゆっくりしてしまったんでね。また明日からね、真面目に作業に戻りたいと思います。はい。じゃあ今日も見ていただいてありがとうございました。みかん食べてみんな元気に楽しくやっていきましょう。はい、それじゃあさよなら。やっぱりおかしいな。まあでも、お茶だけ飲んで治るわけないわな。そりゃ。